ハットリヘイジ、ハットリヘイジは、週刊少年サンデーで連載されている、青山豪商原作の漫画作品、及び、それを原作とする、テレビアニメなどのメディアミックス、名探偵、コナンの作品に登場る、架空の人物。米国版での名前は、ハーレイ・ハートウェル、ハーレイ・ハートウェル。アニメでの声優は、堀川亮、幼少時代は、北久美子が担当している。 ドラマでの俳優は松坂通りが担当。大阪の高校生探偵。私立改め方学園高等部2年に在籍。推理力では、同い年の工藤新一、江戸川コナンと初めて遭遇した事件以来、西の高校生探偵、西の服部、東の工藤と並び称されるほどである。大阪弁で喋る喫水の関西人であり、新一以上の熱血感。 色黒の肌は本人曰く祖父譲りとのこと。髪型は天然にちょんと跳ねた前髪がトレードマーク。父親は大阪府警本部長の服部平蔵母親は服部静香。遠山和葉とは幼馴染で初恋の相手。大阪船屋川市在住。もともとはアニメ化に際して灰原を先に登場させる予定だったが、 出番を延期された彼女に代わり、初年での放送打ち切りに備えたため、詳細は黒の組織アニメにおける変更点を参照。アニメ制作会社側からライバルキャラが必要と言われて作成され、ハットリが先行登場することになった。大阪在住だが、純レギュラー扱いで、原作では出番が多いにもかかわらず、大阪で事件に遭遇することは少ない。 コナンの正体が新一と知ってからは、頻繁に事件を持ち込んで、東京を訪れるようになった。また、カズハの登場以降は、基本的に彼女と共に登場しているが、ごく稀に一人で登場することもある。名前の由来は、ドラマ、探偵物語の服部刑事からで、名前の、刑事は、刑事を、時代劇、銭ニ型刑事、鳥物美化への銭ニ型刑事に引っ掛けた。 コナン、新一以上に勝ち負けにこだわる、負けず嫌いな性格で、推理勝負となると、冷静さを失ってしまうことが多々ある。平蔵に殴られ、捜査妨害として戒められても諦めなかったり、カンパニーと関係がある事件であることが分かっても、コナンと同じく興味本位でのめり込む。コナンに花を持たせるギリ固いところもあるが、彼が手柄を立てると大抵は、ええー、とこ取りと気にする。 短期で喧嘩っ早く、気に触ることをした者にすぐ怒鳴ったり絡んだりするため、白馬求むからは、探偵としては、血の毛が多く先走りがちで野蛮と批判されたが、現場保存よりまだ生きているかもしれない人命を大事に、する熱血感である。コナン、新一と共通する言動も多い。また、探偵としての活動時には報酬を受け取らない主義を徹底しており、 二十年目の殺意心ホニー号連続殺人事件や鳥取雲屋敷の会では受け取った依頼料を返すためわざわざ東京や鳥取まで訪れた。西の高校生探偵を名乗ることとは対照的に父親のことを公言することを嫌っており大阪以外で父親の影響力を使ったのは小説版京都新選組殺人事件のみでその際も地元警察 京都府警に事件の捜査から外されそうになったためというやむを得ない理由からである。また、連続ドラマ版では数ズがそれで地元警察、警視庁米歌省を黙らせており、刑事は最初こそ嫌がっていたものの、最終的にはそれに乗った。その代わり、大阪では大滝警部から捜査情報を入手したり、大阪府警の刑事やパトカーを使用で使うなど、かなり好き勝手にやっている。 一人称は、俺。口癖は、アホ、ボケ。周囲からの呼称は、コナン、シンイチが、ハットリ。周囲に、他の人間がいるときは、タイラジテイちゃん、ラン、赤楚博士、メグレ警部、高木刑事、鈴木園子セラマスミが、ハットリくん、ハイワラアイが、大阪の、お友達、少年探偵、探偵くんなど、毛利小五郎が、平次、大阪の色黒坊主など、光彦が、 服部さん、師匠、和葉、平蔵、静香が、平治、大滝警部が、平ちゃん。警察上層部ゆえに、標準語に近い敬語で話す平蔵と、関西人と思われないために、コナンたちに、標準語の敬語で話した静香と違い、平治は、初対面の人や年上に対しても、敬語をあまり使わず、対等の口調の大阪弁で話すことが多い。また、 東京式アクセントが苦手で、OVA、消えたダイヤを王へ、コナン、ケージ VS キット。では、東京式アクセントによる共通語を練習していた。さらに、東京を含む東日本の言葉にもあまり詳しく、内容で、塩味をしょっぱい、果物を水菓子と表現することを知らなかった。高校では、剣道部に所属しており、その剣の腕前は、かなりのもの。 日本刀で襲いかかってきた犯人をその鞘で打ち倒したエピソードがある。法医学や民法の知識に詳しいほか、水泳や英語も得意な様子。特に英語については、英語教師のジョディ・サンテミリオンの正体を怪しんで、コナンと一緒に彼女の自宅を訪れた際、彼女とネイティブ並みの英会話を交わしている。普通児童二輪車免許を持っており、作中で何度もバイクを利用している。 愛車のバイクは、川崎の KLX250、新一と、同じく料理は全くダメらしい。シャーロキアンであるコナンに対し、平次は、エラリークイーンの推理小説を好んでいる。京都線振興貢献道部に、沖田総司という名のライバルがいる。黄昏の館に名探偵が招待される中、平次は母、静かから、中間テストが近いという理由で断っており、 平時の両親は探偵業よりも学業を優先させていることがわかる。第1回キャラクター人気投票での順位は5位、222票。テレビ劇場版15周年記念のキャラクター人気投票では3位。2012年連載800回記念キャラクター人気投票では5位だった。2017年アニメ。アニメ。では、一番好きな関西弁キャラは と題するアンケートを実施した際、1位に、服部平次が選ばれた。怪盗キットとは、映画と OVA で4回も接触しているが、原作での関わりは一度もない。怪盗キットの瞬間移動魔術においては、原作にはない大阪で、テレビ中継を見るシーンが、アニメで加えられた。劇場版には、第3作、世紀末の魔術師で、初登場し、以降、 第七作、迷宮の十字路。第十作、探偵たちの鎮魂化。第十三作、漆黒の追跡者。第十四作、天空のンパ戦。第十七作、絶海の探偵二十一作から暮れないの連歌に登場。なお、第七作、迷宮の十字路と、第十作、探偵たちの鎮魂化と、第二十一作から暮れないの連歌では、コナンと共にメインを張っている。 第十三作、漆黒の追跡者。第十四作、天空の難破船。第十七作、絶海の探偵では、コナンたちとは別に事件を捜査するサポート役として登場。世間で自分と比較されている、新一と対決するため、毛利探偵事務所に乗り込んだのが初登場。その時、たまたま、毛利小五郎が引き受けた依頼先で起こった。 殺人事件のトリックの推理を披露した。しかし、その推理は、巧妙に仕掛けられた犯人のミスリードだった上、風薬として飲まされたパイカルで一時的に元の体に戻った新一に正しい推理をされ、敗北した形となった。推理勝負にこだわっていたために、自分の負けを認めたが、新一の真実は一つしかないのだから、推理に、勝敗や優劣。 上下関係は存在しないという言葉によってその場は考えを改めた。ただし、どちらが早く謎を解くかという推理勝負自体は未だに好きな様子。それ以降も新一のことをライバル視していたが、ホームズフリーク殺人事件の推理披露のために、コナンに時計型麻酔銃を撃たれ、その推理の途中で小五郎に殴られたショックによって目を覚ますと、その口調と論理の組み立て方から、 コナンの正体が新一であることに気づき、彼の事情を知ってからは、コナンの良き協力者の一人となる。プライベートで東京を訪れる際には、毛利探偵事務所に泊めてもらったり食事を共にしたり、するほか、偶然二人で同じ事件に遭遇した際には、探偵は、探偵を呼ぶと言ってコナンとの再会に上機嫌、にったりと、ライバルというよりは、親友同士のノリで理解し合っており、コナンと共同で、 捜査や推理にあたり、事件を解決へと導くようになる。コナンが、工藤新一として接することができる数少ない人物であり、コナンも、平時のことを頼もしく思っている。コナンに影響されて、犯人を絶対自殺させないと考えるようになる。真一とは、中学校のスキー旅行の時に起きた事件の推理を、めぐって、すでに対決していたが、平事はそのことに気づいていない。 コナンが新一である事実を知っている一部の関係者以外の前では真相が露見しないように気をつけてはいるが、ほぼ毎回コナンのことを苦道と呼んでしまい、周りの人間、特にランから疑いの目を向けられてしまう。その度にコナンをヒヤヒヤさせているが、大阪人らしくボケで誤魔化している。また、ランがコナンの正体が新一であることに気づいた際、 疑いを晴らそうと新一に変装して、ランの前に現れたが、結果は失敗に終わる。しかし、ランの心情を察しているところもあり、コナンが実は新一であることを直に話してくれるのを、ランが密かに待っているのではないかと考えている。ランにだけは全て話した方が良いとコナンに勧める。発言も時折見せる。なお、平次自身はコナン、新一の協力者、 親友として、赤砂博士や灰原愛と共に、黒の組織殲滅のために戦う意志を見せているが、2017年現在、組織とは、まだ直接接触するまでに至っていない、新一に変装した時に仮装した、組織のメンバーウォッカにその姿を見られているのみで、ベルモットも平時が、コナンの協力者だと知りながら、ことさらには言及していない。組織へ大幹部。 バーボンとして潜入中の公安警察捜査官であるアムロトール、古谷イは、平治との初対面時に警戒し、自分の蘇生を秘密にするようコナンへ合図していた。平治は、作中で2回、新一に変装している。1回目はランが、コナンの正体が新一であることに気づいた際、疑いを晴らすために新一へ変装して、ランの前に現れたが、前述の通り結果は、 失敗に終わる。二回目は、ハロウィンの仮想パーティーの際、コナンからの携帯メールで、新一へ変装するように頼まれ、実行した。この時は、新一の母、ユキコによる、特殊メイクで顔まで本人に似せており、声は別地点にいるコナンが平時のネクタイに仕込んだ、スピーカーからマイク越しに出していた。変装を解いた際にはこれらの仕組みを明かさなかったため、 平時が単独でやったと思っている周囲はその出来に驚いた。カズハとの中は、新一とランの関係と同じ苦慮を思いであるが、カズハへの感情が恋愛なのかはなかなか理解できない時期が続いた。カズハのことは、一途に思っているが、コナン、新一や、事件のことになると存在を忘れてしまうなど、初期は優先順位が若干低くもあった。また、古部に湯ばわりしたり、 単なる付き添いであることを強調したりすることも多く。しかし、昔から心の底でカズハを意識しており、彼女がコナンや他の男と仲良くしたりすると嫉妬の炎を燃やし、推理に集中できなくなってしまう。また、崖から落ちそうになった彼女を助けようとした際に、平時一人を助けようとした彼女から手の甲に、浜マを刺されても、なお彼女の手を離さず、 むしろ助けたい思いを強くしたことから、彼女が危険な状態に陥った際には、自分自身よりも、彼女の身の安全を優先させている。その後、カズハが、ガーラの悪い男たちに拉致された、ように見えた際には、俺のカズハに何さらし飛んじゃ、と激高し、掴みかかっている。このことで昔からカズハへ、恋愛感情を抱いていると悟ったが、 この出来事が、恵比寿橋の上だったことに加え、親友である、新一のランに告白した場所が、ロンドンのビッグ、ベンマイだったことから、新一へ、ライバルとしての対抗心もあって、彼に負けないシチュエーションで改めてカズハに思いを伝えるチャンスを待つようになり、さらには修学旅行中の新一のサポートとして、京都に来た際に清水寺新一がランから方に、キスされる場面を目撃したことで、 カズハに思いを伝えたいという気持ちが一層高まる。普段は、ポーカーフェイスで、カズハへ対する心情もボケてしまうので、コナン、新一やランをやきもきさせることも多い。しかし、平次がカズハへの恋心を自覚してからは、コナンとランも平次がカズハへ動き出すことに安心するようにも、なった。制服は学ラン。愛用の野球棒には、シカゴホワイトソックスをもじった。 サックスのロゴマークが入っている。数杯曰く帽子のツバを正面に向けているときは平時の推理スイッチオンで後ろに戻したときがスイッチオフ。私服については特にこだわる様子は見られず、時と場合によって様々な姿で登場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。